これは、今ね、超固形電解バッテリーでね、それにちょっとちょっと装置つけて、こっち側の今右側がねマイナスで、左側がプラスで、このホースの中にはね一応食塩水と入っとって、まあ銅線でね、まあ密閉してるんですけど、一応電気流して、ね、発電バッテリーで、これで今、まあ、マイナス側はね水素発生して、まあ、プラス側は多分ね酸素が出てると思うんですけどね、一旦ちょっとね発電バッテリーで水素とね酸素一旦生成してみようかなと思って一応テストしてます。最瞬間誓約書の通算とご存知ですか？結構ね自然の生薬が膝や足の痛みを緩和する漢方に学んだ医薬品、それが通算糖です。長い間膝の痛みがつらい、肩や腕に我慢できない痛みがある、そんなお悩みがラジオを聴きの皆さんから毎日寄せられています。エアホースのねちょっとジョイントとか合わせて最瞬間製薬所へお電話ください。作ってますんで、無料試供薬のお問い合わせは0120-305-305。この中とかね塩水でみんな繋がってるんで、一応プラスマイナスね、プラスとマイナス流したらマイナス側はね水素とで、プラス側はね酸素が発生してる。ちょっと見た感じね、マイナス側の水素の方が、ね、結構よく出てるんですけど、酸素の方がねちょっと見える感じ的にはそんなに出てないんですけど、まあ、こっち側がマイナスね、マイナス側のね水素の方が結構しっかり出てるんで、金曜日のフォアキャスは週末の予定を中心にご紹介、発電バッテリーを使ってね、では水素ガスとかも簡単に作れますんで、土曜日の予定です。全国消防音楽隊フェスティバル豊中市で明日と明後日、ね、全国から21の消防音楽隊がやってくるイベントがあります。演奏やパレード、チアリーディングなど全国レベルのパフォーマンスを楽しむことができます。5年ぶりの開催で大阪では初めてです。ちょっとねそろそろ1回もう線外しますんで、あまりやるとね中の圧力上がってちょっと漏れるとちょっと塩水なんで、向川駅までの線路が土曜日から高架に切り替え